超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人どもを蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ、兵站拠点を設置するのはここか。クソに慣れてやる。兵長、後続のワンコが予定通り到着できそうですね。行く。よし、エルヴィンの到着。おとなしくしてろ。ブザって奴らを片付けるぞ。トイレやる。俺の敵じゃない。畜生、やる。救援要請ね。助けに行かないと。悪いな。巨人を倒し、辺りを制圧しなければ。俺の敵じゃない。俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。救援要請、無視はできねえ。さすがです兵長、私もお役に立てるよう頑張ります。俺の勝ちじゃない。しねえとな。助かった。助かった。
助かった。相手して手のするなよ。了解しました。どうしたバキ邪魔だ。おとなしくしてろ。行く。おとなしくしてろ。助かった。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につけ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で確保撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。やれ。お前ら腹をくくれ。追ってこない。こっちだ。あいつがいちゃ拠点は気づける。やるぞ。予想より巨人が多い。やったか。リヴァイ、補給を怠るなよ。まとめて相手邪魔だ。救援要請ね。助けに行かないと。やれ。手間するなよ。報告。了解しました。飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。今手間するなよ。飛行士の対処を優先しろ。了解です。手間するなよ。ただ殺されたのに。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。おとなしくしてろ。やれ。
人だろうと倒しやし。邪魔だ。まとめて相手してやる。兵長、俺のためにありがとうございます。お前ら腹をくくれ。俺の敵じゃない。町の中心部の巨人が片付いた。アドル、リヴァイのおかげで補給班は無事だな。まとめてアイテム兵団拠点の設置にかかる。巨人どもめぶっ潰してやる。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ貴公子が嫌がる。グンタ、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。俺たちに引き寄せられてきたようだな。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。どうした、バチモン。俺の敵じゃない。巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも貴公子だ。交流されるならどうよ。これだ。面白い暮らしやがる。こんなに貴公子がいるんだから一体くらい生け捕りにしてみる。ダメだ。巨人を攻撃してる余裕はない。面倒を起こしてやる。その調子俺の敵じゃない。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。行く。おとなしく行くよ。戦うなんて限界か。下がってしまおう。はっ、いい兵長、やります。やらせてください。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。俺たちの勝ちだ。みんな、よくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。
団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルヴィン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。心臓を捧げる覚悟ができて。ふん。明日も生きてる保証はね。
頼むよエルヴィン。巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルビー行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人で空き空です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本体はここで兵站拠点の設置を続ける。まとめて相手して。それがね、ケージでは立体機動装置は活かせない。邪魔だ。できる限り戦闘を避けろ。馬があれば追いつかれねえ。やる。邪魔だ。おとなしくしろ。俺の敵じゃない。どうしてバキモ。おとなしく。巨人がいたよ。こんにちは。君は。おお、危ない。ハンジ分隊長、危険すぎます。お願いですからやめてください。立体起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。続け。俺も行きます。仕方ないな、他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。手間するなよ。私も行きます。続け。私も行きます。くそ、あいつまたどこか行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。どうしてバイト。フェンダー苦戦してやがる。まとめて相手して。拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝い。邪魔だ。おとなしくしてろ。あのエンダー、ペトラからだ。分隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。どうして。まだ近くにいるはず。あれか。面白い面しやがる。どうして化け物。面白い面しやがる。物資を確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。行く。手がつくなよ。おとなしくしてろ。じゃあやな。おとなしくしてろ。やる。おとなしくしてろ。まとめて相手して。おとなしくしてろ。巨人がうろついていて物資を回収できん。続け。援護感謝します。
これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。まとめて相手して。相手して。村の方へ釣り出す。手を貸す。倒していいんですよね。援護します。悪いな。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、アンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。これでと救援要請か。行くぞ。手慣れてくなよ。邪魔だ。巨人を排除させれば物資は確保できないか。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろ。まとめて相手して。おとなしくしてろ。邪魔するならそいでやる。ヘマするなよ。
リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。出せると思ってんのか。あの人、正気じゃねえよ。マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。助かった。助かった。あれは希望種じゃないか。捕獲されに出てきてくれたんだね。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。やれ。お前ら腹をくくれ。ハンジさんの班にはなりたくないか。おとなしく行け。やる。時間、お前ら。あ、危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ。部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼ・ラングナーの戦果だ。
おお。焦れば命を。ほうほう。なんてことだ。装置の点検は十分だ。エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請。なんでこんなに散らばってる。作戦開始して一箇所のはずだ。何を俺の敵じゃ。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。ハンジ、てめえ、なんで先に行きやがった。ごめんよ、でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を助けよう。おとなしくしてろ。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まず、きっちり罠を設置する必要がある。おとなしくしてろ。捕獲するのはあまだ。他に見つけてあるしね。面白い暮らしやがって。
ヘマするなよ。別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。まとめて相手して。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。分隊長の命令に従ったら、ヘマするなよ。私も行きます。助かりました。もういい。ハンジの元に向かえ。行く。ヘマするなよ。了解します。リヴァイ兵長、助けてください。おとなしくしてろ。お前ら、腹をくくれ。まとめて相手して。ヘマするなよ。やばだ。了解。おとなしくしてろ。俺の敵じゃ。ご迷惑をおかけしました。軍隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。まとめて相手に合流しろ。単独行動を了解しました。目的を果たす前に死ぬぞ。あれは救援要請。急行します。行く。リヴァイか、援護を頼む。目の前だよ。邪魔だ。了解しました。行く。アンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだが、この兵力での参回はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。助かった。助かった。悪いな。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさねえ。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。軍隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。
北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と、少し大きめな7メートル級の子、見つけてお願いするよ。てめえのクソみたいな人を捨てる余裕があればいい。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、空間に危ねえ真似させやがる。救援要請か、行くぞ。ヤツら小さい分小回りが効くな。どうした化け物。おいエルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。化け物。攻守なら早くここにいるだろう。どうしてまとめて相手している。早く来い。どうして罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。負傷した、一度引く。まとめて相手してやる。どうした化け物。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。まとめて相手してよ。おとなしくしてる。救援要請で助けに行かないと。巨人に追い込められてるみたいだ。おとなしくしてろ。俺だって役に立つとこ見せてやります。まとめて相手して。はい。
こいつをどうにかしないと。リヴァイ兵長、援護感謝します。今だ、捕まえるよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。ヤッホー、2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。邪魔だ。まだ残っている二秒の罠をうまく使えば巨人を集めできる。私がやります。俺の敵じゃない。了解しました。まとめて相手して。お前ら腹をくくれ。俺の敵じゃない。どうする、化け物。おとなしくしろ。どうする、化け物。手間するなよ。邪魔だ。おとなしくしてろ。どうした、バケモン。まとめて相手して。まとめて相手して。おとなしくしてよ。邪魔だ。おとなしくしてよ。僕らを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。大人でも手出すなよ。了解しました。おとなしくしろ。
まったくしつけえ奴らだったな。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヒャッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔々あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、軍隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。